皆さんこんにちは。タッシャンダンサーギャバンです。ですね、雑談動画を連続でたくさん撮ってるんですけれども、ですね、まあ、今回、一連で撮ったのは、まあ、三つの、動画に分けてね、良きパートナー、信頼関係とは何か、みたいなところをね、お話しさせていただきました。で、もう一個がね、昨日ジムに行ってみて、まあ、おじさんの、行動をね、一つ取ってみて、自分を客観的に捉えるっていうのは非常に重要なことですよ。それこそね、いいパートナー、いい人間関係を築くためには、やっぱりそういう自分を客観的に見る。自分がどう見えてるんだろうっていうところがわからないと、やっぱり人にいい印象も持ってもらえませんし、人に評価されにくくなってしまいますんで、一個ね、ダンス、お芝居やってみるといいんじゃないっていうお話をさせていただきました。で、今回はですね、自己啓発シリーズということで、ダンスに限らずですね、ちょっと自分の思ったことを雑談していこうと思うんですけれども、1個目の話としてはね、目的のある行動、イコール魂のこもった行動をしましょうという内容であります。僕も今ね、仕事の中で、製造業の管理職みたいなことをやらせていただいてますけれども、何か一つ、例えば新しい記録表をつけるとか、改善とかをするにしても、何のためにこれをやるんだろうっていう目的とか、コンセプトっていうものが、やっぱりちゃんと決まってないと、絶対にいい改善はできないなっていうふうに、私の方では考えております。だダンスも仕事もやっぱりうまくいかないんじゃないかなと思います。だから逆に、春巻選手とのね、コンペティションに向けての練習もそうなんですけれども、何のためにこの練習するのかとか、なんでこれを繰り返しやるのか、なんでこういう指導、指摘をしてるのかっていうところを全部伝えるようにしてます。やっぱりこう目的がやっぱり教わる側にとってもちゃんとやっぱ伝わらないと、いい指導を受けるっていうことにもつながらないと思ってるんで、まあとにかくやればいいじゃんっていう話ではあるんですけども、やる上でもね、無理やりやらされるのと、なるほどこういう意味でこれやってんのかっていうのが理解できてるのとでは、全然習熟度が変わってくるなっていうふうに思いますんで、まあ、やっぱりこう、目的ある行動こそがね、魂のこもったというか、意味のある行動につながるのかな、というふうに考えております。これ、例え話でね、これ、例えばなんですけど、私がある資料を作りましたと。で、製品の納期を確認するよう、だから、いつまでにお客様にこの製品を納めないといけないか、作り上げないといけないか、いうような資料を、作ってね、これは全社で確認できるような資料なんですけれども、そもそもなぜ作ったかっていうことなんですね。うん。それっていうのは、やっぱりこう工場で働いていると、工場と本社営業っていうところがね、やっぱり同じ会社なんですけど、別部門なんで、やっぱりね、認識の齟齬っていうのが生まれるなっていうのを私もここ数年で感じております。だから逆に営業としてはこれぐらいで上げてくるだろう。工場としてはこれぐらいで大丈夫だろうっていうところが実は合わせてみると合わない。お互いのだろうが実はいつの間にかずれててこう合わない。ね。営業としてはいや、そんな納期で出されたらお客様、逃げちゃうよとかね。工場としてはいや、そんな納期で設定されたら残業しないと生産できないよとか。お互いのやっぱりこうあるわけですね。だから何のために私がその納期確認用で、かつ工場も本社も営業も製造部も見れる資料を作ったかっていうと、そういうことです。それを確認しておかないと、リードタイム、納期がずれたりとか、お互いにとってもマイナスになるし、一番良くないのはお客様にとってマイナスになるっていうことがあるので、その表を作りました、いうことなんですね。で、やっぱりこう目的が、ないと。何のためにこの資料を作って全員に確認してもらってるかっていうのを作らないと、作るというか、意識を統一してね、この間もね、セミナーに行ってきたんですけど、コンセンサスということでね、合意形成っていうのがありました。船を出すときに、ちゃんとこの方向に向かって、船を出しますよ。それは、こういう島を目指して、こういう日数で、こういう形でやろうと思ってるから、やろうと思ってるんだ。こっちに向かって後悔しようと思ってるんだ。いいかな？全員確認して OK っていうことで船出しないと、結局ね、どこに向かってんのかわかんないとか、
実は私はこんなところに行くのが嫌だったとか、後で言われるっていうのはね、船が沈む大きな原因になりますんで、やっぱりこう目的が分かっているっていうのはすごい大事なことになってくるかなというふうに感じました。だからやっぱりね、目的が分かってれば、なんで毎日素振り100回やらないといけないんだよとかね、なんで自分の踊りを動画で見返すんだよっていうのがやっぱりこう分からないですね。先生に言われたから、コーチに言われたから、監督に言われたから、監督に言われたから、父親に言われたから素振り100回してる子は、多分大して上手くなんないですよ。うん。だって100回素振りする理由が分かってないから、ただ100回の数だけこなせばいいと思ってるんだから、多分それいい素振りじゃないから、100回積み重ねても、1万回積み重ねても、経験値としては大したことないと思います。逆に何のために素振りをするのか、そのフォームを確認する。高めに来たらどうやって振る、低めに来たらどうやって振る、外角に来たらどうやって振るっていうのを意識して、素振りを100回やってる子っていうのは、ただ素振りを100回数だけこなせばいいと思ってる子よりも、多分数倍経験値が1回の素振りで溜まっていくので、100回で差がつきます。1万回でもっと差がつきます。っていう形でね、やっぱ目的を持ってやる。何のためにこれをやるんだろうっていうところまで、やっぱ自分で考えるっていうことをすると、魂のこもった素振り、魂のこもった練習、魂のこもった動画の見返しっていうのができますんで。特にね、若い方は、今ね、例えば先生にこれをやりなさいとか、塾の先生にこういうことをやっと、こういう本を読んどいた方がいいよとか言われてね、なんでこんなんやんなくちゃいけないんだよって部分は多々あると思います。僕も子供の頃はそういうのありました。けど、やっぱり自分が大人の立場、指導する側に回ってみて、やっぱりそれはね、親心というか、先輩が良かれと思ってね、言ってる部分があります。子供の貴重な人生の時間を浪費させて、なんか、無駄な時間を過ごさせて、無駄な時間過ごさせてやったぜ、なんて大人はいないですよ。やっぱりその人はその人なりにその本を読んでプラスになったとか、こういう練習をしてプラスになったっていうのを、なるべく良かった案を子供たちに伝えて、同じ道を通ってほしくないというか、少しでも近道してほしい、少しでも短い時間、短い練習時間で上達してほしいっていうことでやってますから、そこの目的がわからなければ、先生とかコーチとか監督に聞いてみてください。なんで100回振るんですか？むしろどういうことに100回振るんだったら意識した方がいいですかっていうところまで聞いてね、目的まで聞いておくと、なるほど、そのためにこれやるんですねっていうのが分かっておくと、監督コーチも嬉しいし、生徒様も嬉しいわけです。それが分かった、分かるようになったことで、今晩からの100回の素振りの経験値がもう100倍、10倍、100倍変わってきますから、だからそういう部分がね、ありますんで、目的、何のためにそれをやるのかっていうのが分かっていると、人生より楽しいというかね、より効率的に楽しむことができると思います。1時間の勉強時間を、極端な話ね、30分に縮めて、同じだけの成果を出して、残り30分で好きなことをやるということもできるようになってきます。だそういう意味でね、楽するためにも先輩方の、意見っていうのは素直にね、取り入れて、時短。今ね、時短とか節約とかいう言葉は世の中溢れ返ってますけれども、効率的に勉強しようぜ。効率的に練習しようぜ。ということをね、心がけて、私自身もやっていきたいなというふうに考えております。私、ダンサー秋山でした。ありがとうございました。まるるー。